株式会社 HP ラボは2015年5月13日に日本のお客様により良いオフショア開発サービスをお届けするをミッションに5人の創始者によってベトナムのハノイで設立されました。皆様のご支援ご協力のおかげで現在では従業員が70名まで増加し、日本法人 HP ラボジャパンの設立などお客様のサポート体制も確立することができました。 HP ラボの社員は平均年齢が26歳と若く、野心家でプロ意識が高いのが特徴です。時に楽しく時に厳しくとオンオフを上手に切り替えて何事にも一生懸命取り組むことができます。日本のお客様と一緒に仕事を円滑にするため、日本語の授業やビジネスマナーの研修を行っております。また次なる優秀な技術者の発掘のため、日本語と文化の訓練を与え、ベトナム学生を養成する活動も積極的に行っております。 HP ラボのサービスは主にウェブシステム開発、モバイルアプリ開発、ゲーム運用などを行っておりますが、近年は AI 分野の研究に力を入れております。 AI 専用チームを設立し、現在は5人の AI エキスパートが在籍しております。現在は画像認識技術に注力しており、独自開発した顔認証によるドアの制御システムを自社に導入いたしました。次のステップとして画像認証の技術を医療等のビジネスに組み込む計画を進めております。